皆さんこんにちは。今回はこの謎解きクエストまた来たので、ちょっと見ていこうかと思います。これヒントを表示ってあるんで、ちょっと見てみると、さあ2つ目の街へいざ行こう。これどこでしょうね。あ、これか。トールバーナ中央部ですね、第1層の。あ、ここだここだ。新しいヒントを手に入れた。セントの疲れをセントで、これセントールってことか。セントなんだろう。え、マジでわかんない。え、次は87層のこの温泉のとこですね。セントってこれ銭湯のことだったみたいですね。俺14層のセントールだと思って行っちゃったんですけど。で、3回目は、なんだろうこれ。SAO は攻略だけじゃないんです。これ3つ目は、ここ、そんな奥様探してどうぞとか、トレッキングっていう単語があるんですけど、サブクエ、これ未受注クエストから行って、で14層奥様の生活費のためにってあって、ここトレッキングっていう単語も入ってるんで、おそらくこれだと思ってこれ飛んだんですよ。そしたらこの奥様の男のちょうど右ですね、右行くとここ虫眼鏡マーク出たんで、これちょっと見てみます。すると4回目ですね。これは東か西かどっちだろう。これどうなんだろう。20の1かな。これ75の1から行けるコリニア闘技場ですね。このマップここら辺ですね、左のところ押します。あ、出てきましたね。次、ワープキノコ超遅いって。あ、これは85の2かな？あ、81層か。81の2に来たら、ここですね。森林の道案内人に話しかけて、これでダンジョンの案内人の前に飛びます。ヒントをもう一度見ると、黄色とピンクか。次は、81の2の、このマップのここですね。ここワープで、ここから、ここに飛んで、こっから、こっち行って、ここに飛ぶんですね。で、ここ行って、で、これ虫眼鏡マークします。黄昏の宝石、宝ここにあり。あ、これで終わりですかね。最後は、ここですね。61の1、夕刻の海岸の右上ですね。ここ来ると、あ、これ宝箱開きましたね。これで、100ジェムがもらえます。あ、これ終わると宝探し NPC いなくなるのかな？まあ、いや、とりあえずこれで宝探し動画終わりにします。ご視聴ありがとうございました。